今回はケンタッキーのニンニク醤油ですね。こちらを食べていきたいと思います。いやー、いいんじゃないですかね。この衣の感じがやっぱ全然違いますからね。スパイシーな感じがしますよ。これとりあえず切ってみますかね。こちらですね。切れましたけど、おー、いいですね。この感じですね。早速いただきますよ。こちらもですね、いい断面じゃないですかね。やっぱ衣の感じが全然違いますね。これニンニク醤油がもう効いてますよ。ある意味醤油五感みたいな感じですね。これですね。この肉の感じですよね。骨の近くの肉は美味しいですやっぱり。軟骨なんて食べるんじゃないですかね、これですね。意外といけますね、これ。こっちもいいですね、脂がいい感じですよ。このホクホクの感じがいいですね。これやっぱ衣がやっぱり違うと全然違いますね。こっちもいいんじゃないですかね。肉が詰まってますよ、これ。いや、ニンニク醤油のカレーで結構和風になってるんですけど、合いますね、意外とですね。いや、良かったですね。ということで、今回もケンタッキーのニンニク醤油チキンをいただきました。ご視聴ありがとうございました。